聞いてて、あのすごい思ったのが、アニメその大学入って、うん、その君はさ、君を表現しなさいって言われた時からめちゃめちゃ、うん、自分のこう心と向き合うみたいなことを、うんうん、多分やる普通はの人のなんか多分何十何百何千倍ってやってきてるのかなって、うんうん、いや、ね、やってきたね、俺ってなんだ俺ってなんだ、それで夢日記とか書いててさ、うん、無意識から俺を探ろうみたいなことをやってたぐらいだからな、うんうん、まあでもだと、まあ、だその精神的な、ね、こう苦しみがあったからこそ、はい、あのより俺を見なきゃ、なんか見て、うんうん、何がってだから見続けるゆえにより壊れるみたいな。これあれそうよな、結構きついっていうか、こうなんかいや、ね、きついよきついよ、おかしくなっちゃいそう、おかしくおかしくなっちゃう、ね、完全におかしかったね。ああ、そうそう、なんか周りのそのなんですか、同じ大学の人もみんなそんなに向き合うもんなんですか。いや、わかんない、なんかね、俺はなんかねそこにすごく入り込んだ、うん、ねえわかんない、なんか別になんかさ、なんだろう、そのあの別に普通に考えたってことはおかしいけど、はい、そのある意味、いや別にそこまで考えなくていいんじゃないって言えるところでもあるけど、うんうん、ある意味そこって俺はすごいなんかそのブッダの話とかさ、ブッダだってさ、あのなんだろう、老いることの悩みとかさ、病になってしまうかもしれないこう悩みとかさ、うんうん、なんかそういう悩みをさ抱えてて、うん、苦しすぎるがゆえに仏門に入った人なわけじゃん。あ、そうなんだ。そうそう、だって苦しみがあって、うん、そっちの世界に向いてるから、はあ、でもそれって別にさ、いやそこまで悩まなくていいじゃんって言っても、うん、本人の悩みってのはさ、なんか別にそう言われても悩んでしまうっていうかさ、うん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 、リアルがあるからさ、はい、そうそう、で俺はそういうリアルをこう抱えてたし、別になんかもっと気楽にやればいいんじゃないか言うやついるけど、うんうん、いやいや、そのなってる場合じゃないっつうかさ、うんうん、もうなれんみたいな、できないですね、できないできない、効率的にできないんだよ、うんうん、でブダってその時でさ、あそうだね、気楽になればいいかと思ったらさ、別に何の悟りもなかったか分かんないけどなんか自然とそこまで思い詰めるゆえに、うん、なんかこう何かを見出したっていうところがあって、結構なんか自分はすごいなんかこうブッダの逸話とかがさ頭によぎることがすげえあってさ、そうそう、よくブッダを思ってたね、なんかブッダも35年と8ヶ月だっけ、なんかそういうあののさ、そのぐらいに悟ってるんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、役でそれで、いや、まあ、ブッダもそこまで悩んだんだから、とりあえずそこまで生きてみようかな。あ、35歳と8ヶ月まだ長えなとかもやるそう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 、結構あんな、あと10年やるのかつれえな、いや本当だこれ精神崩壊しそうだなまあ結構でもね、そういう、そうだね、うん、めちゃくちゃだったねその辺は、結構病んでたね、うん、まあ、ある意味こう素直というか真面目というか、こうそう言われたらそうこう突き詰めたり、それこそじゃあ自分を見つけるために夢日記やろうとか、うんうん、そういうなんか部分があるのかなってすごい聞いてます、うん、そうだね、だから気質的にやっぱりさ、あの、まあ、子供の頃からさ、うん、あの集中できることには集中して、うん、集中できないことには集中できないから、はい、集中することにはめっちゃ入るわけよ、うん、なんかだから、うん、多分、うん、俺ってなんだにの迷路に迷い込んだみたいな感じでさ、うんうん、よくだからね、あの夢の中でね、真っ暗い目をさまようみたいなね、ダンジョンみたいなとこに入るところあるんだよね、夢の中でさ、はい、でさ結構面白い、そのいくつも見た夢日記の中にある夢でさ、はい、もうほんとね、真っ暗闇をさ、はい、ダンジョンさまようってさ、うん、暗闇からさ、はい、悪魔のようなものが現れるんだよね、怖い怖い、妙なものが、うん、で、おおやばいやばいやばいとか言ってさ、うんうん、入り口どこだ入り口どこだみたいなさ、うんうん、探し回るわけ、はい、でなんか妙なのがたまに現れてきてさ、こう特に襲ってくるってわけでもないんだけど、なんかでもすごい怖いから逃げまくるじゃん、うんうん、何か近づいたらちょっとやばいんじゃないかと思って、うん、もうひたすら本当必死に逃げてでなんか一点の光みたいのが差してて、はい、あそこ出口だと思って、うんうん、そこに向かってったら、そこにねジョーカーがいるんだよね、ほう、あのいわゆるピエロみたいなやつがいて、なんかジョーカーってトランプのカードだとさ圧倒的に強い、強いですよね、うん、だから間違いなく勝てないって思うんだよね、あ確かに最強ジョーカーが立っててさ、うん、あ道を塞いじゃ、あの出口を塞いでるわけ、うんうんうん、うわ
無理だと思ってさ、うん、いやどうしようかなと思って、でもなんか悪魔いなんか化け物いるしさ、うん、やばいやばいやばいと思って、もうそこでもうどうにでもなれみたいな、開き直って、はい、ジョーカーに飛び込んでいくんだよね。おー、捨て身だ。そしたらね、うん、幻想だったって、あ、ジョーカーが、ジョーカーはいなかったっていうか、すり抜けてそのまま出口に出れたっていう夢を見たことがあって、おー、まあ、なんかそれってすごく俺の中で思い込みで作ってしまってるものっていうのがすげえあるよっていうことを、なんか恐怖とかもそうだし、はい、うん、そう、なんかそう、ジョーカーこんなものがあるけど、お前はそういう思い込みをたくさん作ってしまってるよっていうことをなんかすげえ伝えてくれたんじゃないかなとか、はい、夢がね、そう、あ、なんかすげえそれをなんか夢がなんかこう伝えてくれてるなと思ってさ、うんうん、あ、思い込みを超えろみたいなこと、俺が恐怖と思ってるものは、だから例えば人前に出るとかさ、その時すげえ恐怖してるとかさ、そういういろんな俺の中のさ恐怖感みたいなのがさ、なんかまあ一つ象徴としてその夢物語として現れたみたいなところがあってさ、もっと飛び込めって話っていう、そうすると暗闇から明るいところに出れるっていうかさ、なんかそういうなんか夢みたいなのを見たりとかあって、結構その辺はね、その時はよくなんかもうどんどん自分を壊そう壊そうと必死になった時期でさ、うんうん、悩みながらもね、うんうん、もっと前出ろ前出ろみたいな、うんうん、ビビってるね、心の中です。そうなんだ、うん、やっぱ今の飛龍さんはもうなんかこういろんなことチャレンジできるって感じですけど、やっぱそれはいろんな経験があって、そうそうそう、もう基本的にビビりだからさ、もうビクビクしてるからさ、そうなんだ、でもなんかそれもさ、ずっとさそれをジョーカーに飛び込みまくってたらさ、うん、もう別にもう楽勝みたいなことが多くなってくるっていうかさ、それでもまだ世の中怖いことあるよ、そんな全然あるけどさ、でもなんかたくさん多ければ多いほどさ、ね、別にそう感じなくていいことが増えてくるっていうかさ、それが自分を一つ自由にしていくっていうかさ、その幻想に縛られてるっていうかさ、そう、そういうのをなんかすごい消し去りたいみたいなのがすごくこう強かったから、まあだから本当すごくこういろんな、なんかそのジャネンズの活動もある意味人前に出るとかなんか苦手だったのがそれ始めた中で、はい、すごくこうね、大勢の人と音楽を作っていくみたいな、そういうワークみたいのをやりながら、うん、なんだろうな、むしろこう自分なんかさ、こう結構健常の方たちとこうね、普通にフェスとかそういうところでやるとさ、結構こうジェスチャーでうまくある程度ね、うんうん、いい感じにできるようになっちゃって、うんうん、そうした先に あったのがやっぱりさ、伝わらない人とやりたいって思ったんだけど、だからまあフェスとか行くとさ派手にできるけどさ、はい、なんかもう燃えなくなってきちゃって、はあはあはあ、もうなんか福祉施設とか行った方が、うんうん、お、俺の式を見てないぞみたいなところが始まるっていうか、もう逆に燃えるっていうかさ、どうやって この場を良くしていこうかみたいな、はい、だからそこってすごくさ、なんか派手にこの世界で表現されてる現象にさ、俺の心の中のに燃える方にの方が意識がすげえ向いちゃうっていうかさ、伝わってこう派手にできることよりは、おなんかその場はさ、人数も少ないし、福祉のね、現場でなんだろ こうある意味社会的にパッと見たらさ、地味な場でもあるかもわかんないけど、うんうんうん、俺の心の中ではさ、ワクワクしてるわけよ、全然伝わねえ、うおーみたいな、どうすっかなみたいなことで頭振り返ってんでさ、そうそう、何かの そういうアンテナを割ってさ、こうどうやったらうまくできるかとか、そう考えてる、で毎回反省ですよ、もうやって、いやもっとうまくできたはずだみたいな、なんかもうそういうことがこう当たり前になってきて、そう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 、そういう形になってきて、まあそれでジャネンズも結構ね、いろんな体験があった先にね、まあ、311があって、うん、ライフスタイルを考えようって思った先、うん、で、うん、まあ旅したら、はい、ね、いろんな、そのエコビレッジとか、ね、そのエネルギーのこととかで、ね、生活ライフのこととか、うん、そういうのを考えさせられるような人たちにこうたくさん出会って、うんうんうん、ね、でその中で廃材エコビレッジのプロジェクトにこう向かって、やっぱその場作りっていうかさ、はい、うん、でやっぱそういうコミュニティとか、うん、まあそれは俺の友達でやっぱ自殺してしまった親友がいたりっていうのもすごく絡んでるんだけど、はい、一つね、はい、うん、
なんかやっぱりそのそういうつながりがあったりしたら、うん、そうならなかったんじゃないかなって思えることとかさ、すげえあって、なんかすごい悔しさもそこにすごいあって、うんうん、何かそういう、いやもうだからある意味その友人が死んだことはさ、すごい社会的問題っていうかさ、はい、って俺は考えたんで、はい、だからそのあとはその日本の自殺が多いこととかさ、病んでる人が多いこと自体、だからそう考えるとやっぱそういったあの場をと、そのコミュニティとかそういったのデザインっていうので何かそういうのが自死とか防げる形、うんうん、でなおかつ俺の伝えたいことはやっぱり人生をアートすることっていうか、うん、みんなアーティストだっていう、うんうんうん、そう、俺だけがアーティストだわけよ、みんながすでに俺の目線だと生まれてから別に完成という言葉がない絵を描き続けてるっていう目線で俺は見てんだよね、うん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 、でもその人それぞれさ絵を描いててさ、例えば大学ある意味そう、うん、親の言った、うん、親がこれがいいと言ったもののレールに乗って生きてった人っていうかさ、うん、それはある意味親の期待を込めた絵を描いてるわけよ、うんうん、はい、うん、で本人はこれの作品がいいかなって思ってる、それが自分の人生の疑問みたいなもんじゃん、はい、うんうんうん、でそれ別に就職して、はい、俺ってこの絵を描き続けていいかっていうのが一つの人生の悩みだと思うんだよね、うん、で、うん、ある意味人生アートしていいわけだから、いきなりそこに、うん、やめたっつってペンキでもぶっかけてもいいのが、うんうん、世界この世界だと思うんで、うん、アートすることってそこから始まるっていうかさ、うんうんうん、いや俺自身が感動する絵を描こうじゃないかこの人生で、うんうん、だからなるもそうだ、うん、だからある意味そのバンダイやめたっつうのは、うん、はい、こんな絵描いてて俺 つまらんなと思ってやめて、うんうん、ね、画面に向かって何かを始めてるわけよ、うんうん、俺の、ね、なんか見方だとね、はい、そうそうなんか塗り始めたぞみたいな、でも分かんない、だからそのまだ何かがまだ見えてこないけど、うんうん、このカオスどうなっていくんだろうみたいな感じで今描いてる、今もそこ今の状況はってでもそこに油断なく筆を進めていくっていうかさ、そういう感じだと思うんだけどさ、そうそうそう、なんか俺ってそういう目線でこう見てるっていうかさ、あそうそうそう、そうなんだ、なんかやっぱしそのいろいろ話聞いてると、まあそのよくある話だと、うん、自分でそれこそ絵を描いててるけども、うん、そのやっぱしちげえって言ってこうペンキをぶっかけられなかったし、うん、その今描いてる絵が本当に自分の心から描けてるのかどうかが分からないっていうのは結構あるのかなって、うんうんうん、それってどういう風に解決してたらいいのかな、ね、あそれね、本当なんか自分がやりたいことが分からないっていう人って結構いるからね、いや結構多いっちゃ多いっていうかさ、多分過半数なんじゃないかなと、うん、だから外に意識が向きすぎてて、うん、内なるものの声を聞かなかったから、うん、そうなってしまうっていうかさ、うん、そうそう、だからでもそこでなんだろうな、やっぱりそれってすごくこう幸福度を下げる現象だと思うんだけどね、うん、心底そこまでさ思い切れてないからね、なんかモヤモヤしてると思うんだよね、そうそうそう、だからそういう意味では本当なんだろうね、そうね、俺はだからどんどんアクションしてほしいと思うしね、うん、なんか別になんだろう、体験することがこの人生で大事だと思っててさ、別に成功することが人生大事じゃないっていうか、うんうん、だから別にさすごい成功者、それはさ、はい、社会天性の器用さとかがある人っていうのは、うんうん、いるんだよ、はい、もちろん、でも不器用だけどその人の心の中で何かすごく小さなことを成し遂げる、うんまあ、世の中的には小さいことだけど、その不器用な人にとってはすごく大きなこと、うんね、器用な人だってすぐパッとできちゃうことでもさ、うんうん、不器用な人の中でこれをやるってことはとてつもない労力を働いて頑張ってやったっていう、だからそれってその人の心の中の世界があるわけじゃん、うんうんうん、それを肯定できることってすげえ大事で、うんうん、それってもうすでに神秘の世界っていうかさ、うん、その人しか感じえない世界のものがあるからさ、うん、俺ってなんか社会的な価値っていうかさ、うん、なんだろう、誰かの評価とかその社会的価値っていうのはどう、俺は正直どうでもいいと思ってて、その人それぞれの、その
この生きてる今のこうね、うん、あの命限りある命の中の神秘の時間っていうかさ、はい、その味わい方っていうのがめちゃくちゃ大事だと思うからさ、別にフォロワー数とかそういうのどうそういう価値観がどうでもいいんだよ、うんうんうん、その人の中のなんかさ感じ方、その中で別にそれが世の中的に表出されて、うん、まあ、評価されるならいいと思うけど、うん、別になんかそういうなんだ、うん、今、うん、その人が感じてる世界の輝かせ方っていうことが、うん、すげえこう最も大事だと感じているけどね、うんうん、俺はね。今話聞いてすごい思ったのが、こう2つ思ったことがあって、うん、1つはあのやっぱし競わせる学校教育じゃないですか。そうだ、ね、点数とか、うん、こう何でも、うん、ってなるとこう人と比べる、あの人はこう、うん、あの人はこうっていう風に他人をどうしてもこう見ないといけないから自分を見るっていうことがすごい減っちゃうのかなって思って、うん、そうだね。だからそう、だからこの教育のシステム自体がね、うん、あの内を見ないシステムっていうかさ、うん、外ばっか情外の情報ばっか終わるっていうかさ、うんうん、でなんかねあのネイティブアメリカンもそうだし、はい、なんかダライラマの話でもね、はい、まずは、うん、止まるっていう字、死から始めなさいっていう、はいはい、だからそれって内観なんだよね。あ、立ち止まって、ね、立ち止まって感じることっていうことが一番大事って、うん、でも今教育ある意味それってですね、多分人間の、まあ、ダライラマが言ってるのはもう完全にこう悟りへの道の話なんだけど、はい、あのまず死があって、うん、その死を理解すること、うん、だから今、うん、ここにあって、うん、あのそのままであることを受け入れて、うん、今をこうクリエイトできてるか幸せにクリエイトできてるかさ、そのなんだろう、不幸にもならないっていうかさ、別に立ち止まってても今存在してることを肯定できるぐらいのレベルっていうかさ、うんうんうん、それってある意味最強じゃん、はい、そうそう、まず止まってあの感じられるようになりなさいっていうさ、だからある意味この世界の奇跡に気づくっていうかさ、うん、今こう存在してることの奇跡もそうかもなんだけど、うん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 、そう、誰かの評価によって自分の価値を上げ下げすることではない、うん、今ここに、うん、いてるっていうことのなんか素晴らしさとかに気づくっていうかさ、うん、そうそう、それってすごくメッセージ性が俺は、うん、もう止まってるっていうことをで感じられるようになりやすい。だからネイティブアメリカもね、やっぱ子供たちにね止まらすみたいな、なんかあんまり動かないで何かを感じさせるっていうことをなんかさせるみたいな話があって、うん、なんかあ、それすげえ面白いなと思って、だから本当今の教育って逆にそ逆を言ってるというかさ、外の情報ばっか追い続けて、うん、うちを見ないようにさせて、うん、でうちを見ないまま大人になってて、はい、俺ってなんだっていう、うん、やりたいことってなんだって、そこはうちが見えてないんだから、うん、分かるわけないっていうかさ、うん、そういう状態っていうかさ、うん、そうでやっとそのね、死が止まるがちゃんと理解できた先にやっと感っていう状態に、うん、ふと離れて自分を見ることが全体を見ることができるとか、ああ、世界を見ることができる、観察の感、観察の感だね、はい、うんうん、そう、感の状態に、へー、でそうすると、まあある意味そう俯瞰するみたいな、そういうこうしてやっと、だからある意味さ、その自分が分からない状態で俯瞰の状態にはなれないっていうかさ、うん、もう、ま、迷いの世界にあるとさ、うん、そう、だからすごく今を存在してるってことを自己肯定できた場合っていうのはさ、すごいフラットに世界を見れるようになると思うんだよね、はい、うんうん、そうそう、でもそれがまずそこまでに行くことがすげえ大事っていうかさ、そうって言ってんじゃないかなって俺の解釈ね、なるほど、うん、そうで、それで俯瞰がやっとそこに次の段階であって、またそこで俯瞰もまた多分いろいろ深めることがあると思うんだけど、うん、はい、その先の言葉があって、さらに、うん、最終状態は未来英語の語、はい、こうって言ったかな、はい、うん、っていう、だからもう終わりなきみたいな、なんかその永遠のものに、だからある意味なんか それすげえ俺面白くて、俯瞰した後にあとはもうなんだろう、終わりない旅に出るみたいな感じっていうかさ、だからたどり着かないってことよ、はあ、うん、ほうほう、そう、たどり着かなくていいって、ずっとそういうなんか俯瞰して探し続けるっていうこう、あ、境地っていうか、何かを答えとしないっていうかさ、そう、へえ、そうっていうことを伝えてんのかなと思って、こうっていう言葉を使ったのかなってね、俺の中では解釈して、なるほど、だからなんか何か例えばこう
悟ろうとかさ、うん、気づきたいとかさ楽になりたいとか、うん、そういうことじゃなくてさ、うん、常にこう探し続けてるっていうさこうシンプルな状態っていうかさ、うん、でその世界をこう今の自分を肯定できて、うん、探し続けてるみたいな、まあ、肯定っていうか、まあ、肯定も否定もないんだけどね、あの、うん、そのなんかただ感じてるっていうかさ、その純粋なる状態っていうかさ、肯定しすぎても良くないね、あれから、そうそうっていうことを言ってんのかなと思って、なんかそのダラヤマの話とかでもその死観光っていうのがすげえなんか俺の中のこう人生の流れの中でこう腑に落ちた話です。うんうんうん、ある意味こうメディテーションしたり、まあ止まっそういろんなことやってきて、うんうん、そうそう。そうそう自分を見つめて、ね、そう、うん、自身をずっと見つめてきたっていうかさ、うん、ある意味動きまくってるけど止まってるっていうかさ、うん、俺を見てるっていうかさ、うん、俺ってなんだみたいなのが中であったっていうかさ、うんうんうん、外の現象よりはどっちかというと内なる現象を中心に外に行動を起こしてたみたいな、まあ、それは今でも変わらない、うんうん、割となんか自分はなんかそういう、こう視点を持ってるな、そういう視点で生きてるなっていうのがなんか、うん、なんかあるね、なんかね、あ、そうなんだ。